さあ、それではティアーズオブザキングダムの続きやっていきます。さあ、今回はルチマー高地を主に探索していく予定ですが、結構範囲が広くて高低差もあるから気をつけていくというよりかは、ヘリコみたいな機動力に優れたものを使っていくべきなのかな。このあたりも全然調べてないよね。うん、じゃあ頑張っていきましょう。さあ、まずはこっちが、かつて魔物とゴーレムが戦ったところだけど、まだ魔物は復活していないと。ゴーレムの方が若干早く復活するんだね。というか、赤い月が来ないと魔物が復活しないというのが正しいのかな。じゃあゴーレムはどうやって復活してるんだって話だけど、きっとなんか時間経過で修復されるんじゃないかなとか、どこかで作られてて送り込まれてるんじゃないかなみたいな、そういう感じでしょうか。うん、よし。さあ、一生懸命えのきだ看板を背負って、あ、そういえばね、あれからカワンダ君をね、頑張って探したんですけど、見当たりませんでした。やっぱり俺のね、カワンダ君を探す能力は低すぎるのか、一から村にはいないのかというところでございます。そういうことやってたらね、つい受け取ったパラセール記事を貼り替えるのを忘れてしまいました。覚えてるうちに貼り替えておかないと。さあ、というわけでルチマー高地編が始まります。ここはちょっと怪しいけど、うん、とりあえず車を出してしまおうか。うん、でもまずはここかな。うん、なかなかこうしてみるとそんなに遠くはない。じゃあ歩いていっちゃおうか。内側を走っていくか。おっと、あぶな、ギリ避けた。おお、危ない。まさかの十字砲火。見えないよ。人がいそうな雰囲気があるけど、どうなんだろう。なんでみんなやめたの。おお、ふう、よし、ここで一休みできる。といっても雪山だと雨が降らないからあまり意味はないかな。お、あれはん？なんかいっぱいいるな。あ、逃げられた。うん、あれ、耐久力が低い。あれだ、雪原の狼じゃない方だ。お、宝箱を感知。イチゴが群生している。うん、じゃあ早速挑戦してみようか。思った以上に滑らないなみたいな。雪原だぜここ。まあ、うん、結構あの木ってさ、目に沿ってないと結構摩擦力高いですからね。あれは雪原狼だな。よっ、あ、これでいいや。おお、どっちに行く。これはちょっと狙えないか。あ、当たった、よかった。よし、すっかり日が消えた状態だったらいいんだ。おっと、普通のお肉。さてと、これはマヤ松野の祠。うん、行きましょう。玉の通り道。うん、お、
まずは弾が置けそうな場所、そして謎気流、うおー、ついそのまま行ってしまった。ほう、いわゆるお年玉的な遊びかな。向こうに行くためには弾が必要。お、ください。一回一回えのきださんが消えてまたシュッて出てくるのがちょっと笑ってしまう。戻れ子の力でいけそうだけど、ちょうど真ん中にやれば渡れるかな。どうもちょっとそうなるかもなって今思ったけど、実際なるんだ。よし、とりあえず宝箱チェック。 OK、 あ、今のうちにこれは消しておこう。よく考えたら、榎田さんを今装備しておく理由も特にないが、ん？なんとなくここに、あ、こういうこと？玉の通り道って玉を通らせるんじゃなくて玉が道になるんだ。なるほど、このゲームっぽい。そしてあれは、待って、戻れ子をすればいいってものなのか。ここは戻れ子でしょうね。お、よし、なかなかすんなりと。おお、ボヨヨーンと跳ねる、なかなか面白い。あれ、なるほど、これはわかるぞ、今までやってきたからね、こういうの。おお、テレレレレレレレン言えないなぜか1音減ってしまうんだよな。テレレレレレレレンって言わなきゃ。よし、あれ、弾、あ、こっちが必要なの。そっか、その鉄の弾いらないんだ。今の入り方ちょっと面白かった。さっきのさ、ちょっと待って、これはもう外しちゃっても大丈夫かな。大丈夫っぽいね。ちょっとこれポイってします。これで、あ、ご丁寧にそこにも戻ってくれる。これをさ、こうしてあって、あー、これは危ない予感がする。よっダメか、これは戻しても無理だろうな。でも素早く行けば。とう、あー、そっちが欲しかったのに。よし、これを使って何かができたってことかな。届かないな。あー、しゃだ、うぶなー、一回クリアしちゃってるから多分出るところが変わっちゃってると思うんだよね。これは、ウルトラハンドで伸ばしておいて、その接着で捕まえることができるんじゃないかな。いけるよね、きっと。で、これを捕まえたら、ここにスルーってやるだけでいけるはず。
だからモドレコ以外だとそういう手が使えるかも。あとは頑張ってそこにこう登る。いやー難しいかな。ウルトラハンドが届くぐらいまでは近づいてってのは無理かな。ふう、この巨大な玉の方を使えばここまでは来れるはず。あ、届くかも。どうなんだろう。あー届きそう。もう十分向こうまで行ってるから。うん、あれちょっと待って、のーやっちゃった。あそこから出てこない。気になる気になる。ちょっと入った状態に戻す、入った状態に戻す、いや出入りすればいいのか。じゃあ一旦祠から出ます。というわけで再挑戦。あ、閉まっている。それはそうか。うん、ここパラセール使わないと向こう側に行けないのかな。まさかとはいえここにジャンプでたどり着けないからね。うん、お、あれなんでここに。あー、その止めん、ん、あー分かった。あの球体1個だとここで止まらないで落ちてしまうという仕掛けということかな。全く気づいてなかった。ここはモドレコを使っちゃえば楽だとは思うけれど、よっ、まだ届かない。よっ、あれ意外と、おお、これ以上はドキドキ。無理かも。おお、嘘、意外と、しかも転がってる、ここだ。うん、意外と届かないのかも。うん、ウルトラハンドはね、その一瞬でも緑になった瞬間に掴めば距離関係なく捉えられると思うんだけど、あらかじめこう偏差射撃を打つっていうのも意味がないはず。ここだな。おー、ダメか。自分で手を伸ばすっていうのはちょっと難しいかもね。思ったよりかはちょっとなんかうまくいかない。危ない。ここにちょっと登れればな。さすがに細すぎるか。おお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 、いける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 。よっ、嘘、これぐらい近くてもダメ？結構近くない？嘘、これ以上先に行くはなかなかちょっと、うおーだー。自分の手で伸ばすはちょっと無理っぽい。うーん、これをね、自分のウルトラハンドで掴めた猛者はこっそり教えてください。というわけでこれを伸ばしてみます。これならどうじゃ。なあ、おわ、危ない。なるほど、そこでもいいんだ。おお、とりあえず玉ゲット。うん、これが第2段階をクリアした状態。そしてこれをこうやって転がせばいいだけだと思ってたけど、これ一つだけだとそもそも通らないよね。向こう側に穴がある理由はよく分かんないんでね。それが意地悪だとしたら、この状態じゃないとここがそもそも渡れないんじゃない？あ、こ
こう？うっかりこういう感じでやっちゃったプレイヤーはっていうことか？そういうことか？なるほど。思ったようにはならなかったけど、うっかりスポット入ってしまうのかな。まあよし。これを落とせば当然向こう側に落ちてしまう。向こう側に落ちてしまうというか、向こう側に再出現してしまう。というわけで、さっきと同じように、よし、ついでだからこれ持ってきますね。代わりにこれダメかな。ダメだろうね。入る。捧げマスル。あ、なんかそれっぽい。よう来たの。今回の祠はちゃんと祠しとったじゃろ。まず玉を持ってくるという、通れるルーフとかを使うという基礎的な能力から玉を通れるルーフするという違う使い方、そして玉を使えば他の玉を持ってこれるというわけじゃ。賢かろう。一つのものをいろんなものと組み合わせるといろいろできるというのがこのティアキンのテーマらしいぞ。掛け算というやつらしいぞ。ほう。うん、おー、えのきださん、確かにね。なんていうか、アイテム一つとってもいろんな使い方があって、それをどう組み合わせるかでいろんな使い方が生まれるっていうのがこのゲームの面白いところだよね。こういう、なんていうのかな、オープンワールド系のゲームで、そのアイテムを何かと組み合わせたりとか、いろんな使い方をさせるという、なんていうのかな、ちょっと言い方、語彙力がないんだけど、掛け算、それこそ掛け算なんだけど、組み合わせ一つでいろんな遊びに展開するっていうの、こういうのあんまり見たことないから、もう超巨大な、なんていうか、その、なんていうの、テーマパークだよ、もう。ティアーズ・オブ・ザ・キングダムテーマパークみたいな、そういう世界。で、めっちゃ楽しんでるわけだ。さあ、というわけで、ルチマーコーチの東から西に来て、ここから、この怪しげな、でっかい坂道、挑んでいきますが、見た感じは何もないし、何もいない。そもそもここは何だったんだろう。あ、でもコログ発見。やっぱりこんな怪しいところで何かないとね。ついつい草玉を見ると拾いたくなるけど、あ、草玉が、いつの間に俺は 無意識のうちにこれをつけていた。つけた覚え出が多分あるな。いきなり勝手についてることはないから。この4つこう柱が出てるようにすればいいのかな。一旦外してみよう。ほう、これはここだけが低いな。あ、なるほど、上に蓋するようにですね。こんな何もないところにようこそ来てくださいました。ぬん、あれ、しまった、ボタン間違えた。お前はすでに凍っている。ふう、ここでウルトラハンドが使えればな。これはん？でも形が上に蓋をするという感じではないので、こうね、
入れるの下手か。ちょっと待って。形は合ってるはず。うん。入れることのなんていうかその賢い入れ方がわからない。まずこっちから入れようか。こうでこれをこう。いやさっきと同じ。入らーん。困った。あ、よかった。ちょっと待って、難度高い。うん。今の形だとさ、こっち側から押し入れるってこともできないし、こっち側から押し入れることもできないから、上からスポッてやるしかないよね。なかなか難しい。うん。さ、ちゃんと発見できたところで、ここまでは行けるところみたいだけど、ここはアゲート山。うん、しかし大半が行けないエリアだが、何かあったりするのかな？まあ、行かないよりかは、行った方がいいんだろうけど。確か砂漠でも、すごく境目にいるよね。いたりするよね。うん。じゃあ、気をつけて見ていかないと。というわけで、ここは、大社盾。ふっ。おー、なんかダイナミック。これは、逆にこれぐらいのスピードしか出てないのが不思議なぐらい。うん。まあ、これ以上進めないって出るやつ。うん。お、風。押し戻される風ならわかるけど。世界の果てに誘う風。うん。結構ここ高低差があるから、ある程度は高さに合わせていこうかな。周りを見た感じ何もないから、調べ方は雑でいいかなとは思ってるけど。うん。よし。さあ現在地はここだけど、下、できるならここ、こうやって調べるべきかな。そしてカルサー谷の高いところも調べておきたい。登るか。体力あるねー。これは思った以上に斜めってるな。お、おお、タイヤ、戻り子使うとこだった。あんな軽そうなものってあんなビューンって飛ぶようにいくっていう気がするけど、ボールとかならさ、パーンって行くようなイメージがあるけど、より回転がね、かかって。草玉とかなんかは特に、シュパーンって行きそう。わー、小鳥ちゃんごめん。しかしこれも、ハイラルのため。ハイラルのためって言えば何でも許されると思ってるけど、許してくれる人はどこにもいない。よし。クックック、獲物がいっぱいだぜ。
謎岩。うん。ゴーレムくんたちのところまで戻ってきたので、これでこの高さはいいかな。あとはちょっと降りてってところだけど、うん、ちょっとちょっかいを出したくなるなこれ。シュバ、よーし、おお、バラバラになるまでちょっと長いな。マスターソードを使うまでもない。ふん、よ、あ、しまった、自分で作品が立ってしまった。これは確かにちょっとチクッとしそう。それは盾構えながらでもダメなのかな。よ、あ、ダメなんだ、今更だけど。へえ、盾とは一体。あ、いやいや、そうじゃなくて、お、ダメなんだ、へえ、不思議な感じ。お、赤い月が来た。このままではまた魔物とゴーレムの戦いが始まるような、始まらないような。ゴーレムは赤い月で復活するわけではないから、来い。速射ありがたい。ゾナニウムの合剣嬉しい。漂流の頭コンボ置いてっちゃおう。これに限ってはちゃんと自分で素材を出さないともったいないところがある。ぽい。うん、うん、あ、しまった、武器を間違えた。よし、しかし赤い月が来てももう、そのなんていうか、料理をしなければならないという、そういう気持ちにならないのが素晴らしい。料理ポーチは、わあ、スカスカだ。この近くに鍋あったかな。ないね、ないけどな。鍋の代わりになるものってないもんね。携帯鍋しかないのか、しょうがない。うん、そういえば携帯鍋、あの坂道で使おうと思ってダメだったんだけど、その出した瞬間の状態に戻れ子で戻すとちゃんと使えるんですよね。へえみたいな。この状態、ここでちゃんと料理ができるっていう。しまった、これ出したからもう使わなくちゃもったいない、なんてこった。うおー、じゃあ置いときます。それ投げるとどうなる。あ、え、そういうもんなんだ。え、中身出てこないの、知らなかった。てっきり中身がポーンと出たりとか、出た状態で投げられるとか、そういうものかと思ってた。意外。というわけで、自由なお料理タイム。今日は、フルーツが食べたいかな？山盛りフルーツ。いろんなフルーツを目いっぱい入れて。ほい。山盛り煮込み果実。よーし。いいね。山盛り串焼き肉にはある意味では煮え湯を飲まされてるからな。よし、じゃあ赤い月が来た後はここをこう行ってカルサーダニに入るのがいいかな。この辺りを見ておかないといけないけど。ふむ、まあ何はともれ行きましょう。わっ、ちょ下手くそか。
ふう。下り坂だとうまーくスケボージャンプができないっていう。うわ、ニック機。ニック機エレキース。外しました。あまりに俺のエレキースへの憎みが。弓を鈍らせる。あ、しまった。今のはやったと思ったんだがな。ち。だー。先に弓使い。いや、弓使いがいない。何？俺の射撃を見ろーって。シュッ。あれー、うっそ、今のは。悔しい。角に当たる。なかなか顔に当たらんな。かっこいいとこ見せようとしてなかなかうまくいかないと何とも言えないこの恥ずかしさみたいな。きっとね、見ている方々も共感性周知みたいなそういうものに襲われてるかもしれませんが、ご容赦ください。よし、合合薬飲むか。30分はちょっとやりすぎない気がする。そうだった、今回いや、あっさり終わるわけないよな。ゲルド砂漠の南西の方にある大化石、そろそろ行かないとなと思ってて思い出したんですけど、ちょっと急に止まれなすぎてちょっと困る。びっくりする。さすが、それはそうだろうみたいな。一度勢いがついたものはね、たとえ自分であっても急には止まれない。気をつけよう。草玉飛ばすの大好き。すっげー飛んでったね。すごく飛んでって消えるぐらいにはなくなったね。思った以上に勢いがあってびっくりしました。下の方にはビリビリフルーツが見えるが、一旦降りるか。降りると言っても内側降りていってこう上がっていきましょうか。おっとっと、遠目から見て何かがあるわけではなさそう。ビリビリフルーツ。おっと、なかなか一回でいけないのがなかなかもどかしい。ああいう時にかっこよくスパッといきたいところだけど、なかなかね、なかなかが多いな。もうちょっと先かな。反対側も一応見ながら。ベニコさんは見なかったことに。これいけるかな。無理かくっ、いけたけど、まあいいや。こうして見るとかなりあそこ高いんだね。届かない。あれ、届く。だいたいさっきの祠もこれぐらいの射程だと思うけど、ウルトラハンドで掴めない。なことはないよな、射程の問題だと思うけど。前あそこは調べたよね、カエルくんが。
カエルくんのとこだっけ。そうだね。うん。よし、もう一踏ん張り。行けるところ探すんじゃふう、ようやく最上階近くまでやってきたぞ。カエルがいっぱい。このうちのカエルの一つがなんか違うところを向いているとかありえるのでは。うん、さあ、イーガダンへのアジトの坂ですよね。この上がこの部分。うん、じゃあここは調べてあるから大丈夫かな。一応周りは見て、ここにもコログはいたはずだけど、うん、上の方にはいないのかな。どうだったっけ。でも実際、うん、そこだけなんかちょっと並んでない感ある。ダメかな、カエルごっこ。君だけ動かせるとか。ふむ、じゃあお面つけてみよう。気になったらつけちゃいな。反応なーし。反応がないのが一番、何よりというか。うん、届きません。よっ、よし、じゃあこのカエルに沿って帰りましょう。他に言い方が思い浮かばなかった。カエル恐るべし。うん、この下の段はちゃんとは調べてないのかな。草玉がポロポロと落ちていきますが、うん、ここはさっき通ったとこだね。うん、そしてベニコさん、目視で行くしかないかな。そしてさっきのサボテンまで戻ってきましたが、よし、さあこれからカルサー谷の上の方、いかにも何かがありそう。サボテンは気になるな。サボテンとかがコログというパターンはないけれど、何かのヒントになってる可能性は捨てられない。橋の方まで来まして、一旦降りる必要はあるかな。
ワクワク。おっと、耐えられない暑さ。これは武器でなんとかできないかな。できた。画面だけでも熱そう。お、発見。どれぐらいの距離で反応するかな。そろそろ、そろそろじゃない？お、やっぱり20メートルぐらいって感覚かな、これは。よし。さてと、向こう側が十字に穴が開いていて、こっちも同じようになっている。ふむ。なるほど。これは今のうちに記念撮影しておこうかな。記念撮影って言い方ちょっとおかしいんだけど、コルグたちはある意味ではね、一回しか楽しめないそういうイベントみたいなものだから。よし。じゃあこれを、こっちでも同じようにする。なんか変な音が聞こえる。あー、ぶわわ、びっくりした。これ金属なのか、どうだったっけ。なんか前試そうと思って違ったよね。結局装備を変えるんだけど、エレキ系武器がない。あれ、そうだっけ。魔法の頂上でいいや。おい。よし。おー、びっくりした。一応金属。これ金属です。なるほど。これは十字にならんな。雰囲気的にはこう。ぽいぽい。おお、気持ちいい。スポットはまると嬉しいな。ついついここに入りたくなるね。うわ、めっちゃ見てる。スズメた。よし。さあ、怪しいところにちゃんとコログがいてよかった。ここから登って戻っていって、こっちを見に行きましょう。これはなかなか大変そうだ。よし。スズメか。普通に取れないんですね、砂掘りスズメ。あー、難しいわ。やはり雪原の馬宿みたいなところに行かないと無理かな。これでさ、雪原とは関係ないスズメだったらどうしよう。おっと、これはそい。なあ、やる。しかも、あの、横に避けたつもりが、バック中に。俺のしびれリザルホスの尻尾が。まあ、しょうがないね。見なかったことにしよう。なんかいる。
マスターソード。しまっ。ああ、いや。今のミネルさんの左フックの速さ、いや、やってくれてありがたいんだけど、あまりにも速い左フック、俺でなきゃ見逃しちゃうやつ。いや、俺は大抵のものを見逃してきてるわ。うん、よし。心なしかあのゴーレムさんをちょっとウキウキしてるようで何より。よっ、ふう。あ、取れない、取れないっていうか、取れるかどうかというか、しょうがない。不評高い、断崖絶壁。熱い、もう見た目が熱い。よし、さあ場所はルチマーコーチの定地かな。広々としてるから、まあざーっと見て回るぐらいでいいでしょう。ドアうん、花飾りのあのバサッバサッっていう切り味。視点がちょっと悪いな。おー、不思議な感じ。右に曲がってるように見えて、なんかすごく左に下っていってるみたいな。よし、ブレス・オブ・ザ・ワイルドの頃も、このこれ以上先には進めないっていうところをひたすら擦りながら、ピーンとしたこういうやつをたくさん作ったっけな。たくさんというか、いけるところはやっちゃったっけな。おっと、おお、マスターソードの先には草花がついてるはずなのに。うん、よし、じゃあ大丈夫かな。この辺りも砂嵐がない状態で、壁の辺りを見ながら回っていったはずだから、多分大丈夫。うん、あれも十分化石としてめちゃくちゃでかい気がするけど、クジラちゃんの化石ではないから、リュネさんからはそんなに太古のロマンを感じないのかもしれない。うん、おっ、危ない。さあ、見てるだけでかなりうだるような暑さを感じてきますけど、これで、ルチマーコーチは OK かな。うん、ちゃんと怪しいところにコログがいてくれたのが嬉しかったかな。あと今回はちゃんと祠もクリアできたし、ティアキンらしい謎解きが楽しめましたよね。あ、ここ見てない、しまった。ここは見ておいた方がいいよね、中央とか。うっかり今終わらせるとこだったけど、じゃあワープ。さあ、今度はぐっと気温が下がりまして、そこじゃ、あれ、射程距離、おお、弓から手が離れるまでが長い。お、ちょっと横着してみようかな。あ、ダメだ。うっそ、外した。お尻にショット。え、うおー、横着しないでちゃんと狙えばよかった。うん、
気づかれた瞬間相手が動いちゃうとね、頭部にヒットしないからな。うん、よし、結構凍結使ってくる敵が出てくるかなと思って、最初はねしっかりとしたリト族の服を着てたけど、おーっと、ふう、あー、うん、まあいいや、お前の攻撃はある意味では凍結にならないということはもう研究済みだ。よし、あとは真ん中を、ふん、ご縁がありますように。お、意外となんか見応えがあるところがあるじゃないの。そしてたった今思い出した、新しいパラセールの記事を貼りに行こうっていう話、すっかり忘れてました。やっぱさ、この今回はこういう冒険したよねっておさらいするのって大切だよね。何してなかったっけっていうのを思い出せるから、何をしたのかではなく何をしていないのかが思い出せる。素晴らしい。さてと、これは上の方の敵の拠点だね。まあ当然ここは調べには行くけど、よし、最初にこうしたいっていう計画性と何ができなかったかのおさらい大切、特に俺は。うん、奇襲、あらぬ、どうにも狩りが下手だな。ぬおー、うさばらし、あれ浮いて避けただと、やるじゃない、なんていうか慢心が招いてる気がする、狩りのミスを。こういう時こそ初心に帰ってきっちりっていうのが大切だよね。さ、なんとかスタート地点近くまで戻ってきましたが、特に気になる氷塊とか大型の魔物はいなかったかな。ここの雪玉は使ったっけ。うん、転がして遊ぶようかな。壊れちゃった。うん。あー、ここで確かに戦ったけど、これはでも壊れちゃうね。おお。デジャビュ。あー、しまった。ぬ。じりじり。あー、ぐいぐ。敗北、距離感をミスった。チューリー君の射撃に俺が心を乱された。修行不足、てい、お、ニックキアイスキース、敵を打ってやる、いつかの俺の。一定の高さまで降りてくるっていうのはなんかすごく優しいよね。よし、なんとかルチマーコーチ見回ることができたかな。大変だった。あとはなんか一狩りビシッと決めておきたいとこだけど、そういうこと言い出すと逆にダメでグダグダでってなったりするから、ここは一つ涙を飲んで
諦めるべきか。その獲物がいないんだよな。いたわ、ちょうどいいのがいたわ。しかしあれはまあいいか。むしろ他の獲物と比べても十分。なんか出てきた。こうね。まあ体に当てるだけだからな、距離感な。これぐらいでしょう。あー、敗北。なんということでしょう。まあほら、プロスポーツ選手とかもなんかその調子とか波があるみたいだし、素人の俺なんかもっと余計だよねっていう。今のはちょっとショックでか。全然なんていうか、その当たり判定違うじゃん。今全然空を切るところ打ったもん俺。これは僕のせいじゃないよ。この判定を設定したスタッフの趣味だよ。ということで、特にね、名誉も回復できずにここを去りたいと思います。じゃあ果ての村行きましょう。お、セファールくん。先生が作ってくれた魔物カレー、なんというかユニークな味だったね。ユニークな味、しかもあの食欲をそぐ色味。色使いっていろんな効果があんだな。父ちゃんに教えてやろうっと。うん、そうだよね。魔物もそうだけど魔人カレーもなかなかいいよ。うん、実際食欲をそぐっていうのはなかなか不思議な感じがしますよね。だって世の中にはいろんな色の食材があるけれど、カレーとかがさ、その普段のねカレー色してないとなんだかちょっと警戒心が生むっていうか、面白いと思う。人間のその脳にね刻み込まれた育成層もの何かの記憶があるんでしょうかね。はい、さ、現在がゾノウ調査隊の記事なので上から見ていきましょう。結構記事も増えてきたね。えのきだ工務店の記事はもともと持ってた。名前なんていうのかもう一回見た。あ、カバンダお手製の記事。ん？ん？これカバ、あ、え？ん？えのきださんとカバンダくんが、ああ、反転して入れ、こう、はめ込まれてる状態なのか。なんじゃこれと思ったけど、まさかの。えのきだ社長と自分を柄に入れ込むとは、しかもお手製で、なかなかやるね、カバンダくん。はい。あの、細かいその模様とかは、ともかくその色使いとか俺結構好きな方かな。うん、じゃあ行ってきまっしー。シェイシェイ。わあ、光る。うっそ、夜に光るのこれ。すごくない？ネオンカラーだ。いやいや、これを看板の力に生かしてなさいよ。こちやさんもびっくりだよ、こんなの。どうやって染めたんでしーだよ、これ。カバンダくん、実はやっぱり天才なんじゃないの？びっくりした。なるほど。というわけで、結構、いいものがもらえた気がするので、これで、よしとしておきましょうか。さ、というわけで今回はね、まあ他のもクリアできたし、ちゃんとカバンダ君の記事も張り替えることができたので、たったこれだけしかやってない気がするけど、それでいいと思います。じゃあ今回はここまでしておきましょう。さあ、それではまた次回よろしくお願いいたします。
というわけでおまけ編でございます。おまけ編というか泣きの一回というべきか。さあ、マヤ松の祠、玉の通り道、もう一回やっていきましょう。結構ね、あの後動画を編集してる時に結構自分の解釈間違ってたなっていうところがいっぱいあって、とりあえずここさ、何かこう意地悪めいた仕掛けではなくて、あの大きな鉄球、あれを一つだけで転がしてしまった人のためにあるダストシュートみたいな、そういう役割があるんだね、これ。本来ならあの小さい球を持っていかなくちゃいけないけれど、大きい方だけを転がしちゃった人がわざわざ、そのなんていうか戻れ子とか球を戻すのはちょっと難しいかな、押しなくてもいいようになってるっていう。なるほどなーって、つまり優しさということだったんだね。ここに転がせばいいのかなみたいな。すると、うん、おー、なるほど。こういう必要なものがどこかに行ってしまった場合は元に戻してくれるというのが嬉しいけれど、間違ったルートを選んでしまってもそうなるようになってる。なるほど、それに気づかないとは。うん、なるほど。さあ、そして例のウルトラハンドで捕まえられなかったあれ、そもそもウルトラハンドって高さ制限がね、あ、間違えた、かなりきついので、そもそもこの辺りからあそこまで普通に届いてなかったということなのでは。ん、いけないかな、ここからならダメかな。さすがにウルトラハンドでは、あ、無理っぽいかな。一応鉄球を使った方がいけそうかな。これをこうして同じぐらいの高さになったら、ちょっと厳しいか。これぐらいの高さだったらいけるかなと思ったけど、うおー、ここにいれば、あー、そうじゃない、あ、やばい、あ、やばそうだった、自分で動かせるんだった。うん、もうちょいこっちに、ここならどうだ。ダメかな、無理かな、高さのせいかなと思ってたけど、実際届かないのかな。うん、どうにかして自分の手で届かないものか。前見た。うん、そういえばこれなんていうか、ちょっと玉乗りみたいなこともできるんですよね。一応こうやって動かしていくっていう方法もあるのかなみたいな。うん、というわけでとりあえずチャレンジ。あ、ここで捕まえられる、意外、不思議。まあでもここが一番直線距離では近いか。ほう、いけるもんだわ。ほう、ここの間だけいける。ここはちょっと高さがもうダメっぽい。おお、できる、嬉しい、おお、ありがとう。なるほど、やればできる。うん、なるほどね。あと、この
弾の使い方結構何種類かあるけれど、というか謎解きかな。ここさ、通れる風まずね意識させて弾を突き抜けるっていうことをここで暗示してるんだね。なるほど。でここ弾の通り道って、弾を使った通り道を作るという意味もあるから、ここもそうだね。この弾一つでもういろんな謎解き作ってるから、この祠はいいですね。さあ、というわけであとはね、これをこうくっつけて転がすだけっていう、だいたいどこにつけてもいいからいいよね。よっ、おお、これでそこに入ったらちょっと笑っちゃうけど、多分この形状だとだいたい入らないようになってるんじゃないかなと。こうやって転がっていってもガツンとぶつかるんじゃないかなね。あとこれだと重心が下に下がるから、自動的に、あれ、おお、そうそうそう、そういう感じになる。おお、なるほど。この玉一つだったらちゃんとゴミ箱に入るけどみたいな仕掛け。いやー、1回目というかね、なんかやり直した記憶もあるけれど、すごく解釈が良くなかったみたいなね感じがしたので、再チャレンジして良かったです。3度目の正直。というわけで、じゃあ改めてまた次回よろしくお願いいたします。